こんばんは。7月2日、もう7月ですね。暑いですね。午後7時になりました。まだ明るいですね。まあちょっと明るいですね。今日のですね、松代なんだけど、最高気温はね、35度ですね。真夏日ですね。暑かったですよ。もう一日中ね、汗びっしょりかいてね、脱水症状になったんですね。今日の夕刊なんですけど、まあ、帰りましてね、慌ててみたんですけど、高円宮様翻訳泣いてたって、ね、素晴らしい、おめでたい話ですね。またですね、この社会面見るとね、羽生選手国民栄誉賞受賞者だって、おめでたい話ばっかりでいいですね。ということで、今日も生放送でお送りしております。皆さん綺麗な方ね、今日はゲストでお見えんですね。こちらですね、ししとう、長野市の市役所のですね、8階のししとうっていう仕事があるんですが、そこのチーフマネージャー長島美奈子さん、野球とは関係ないんですけどね長島美奈子さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すばらしい、今日ね、お忙しかったでしょ。はい、なんか今日開店したんだって。そうですね、今日たまたまあの、2店舗開店の日で、昨日あの土日も準備で、はい、で開店、休み返上で、そうですね。こんなお疲れのところすいません、申し訳ないですね偶然重なってしまいました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、長島さん、今ね、ししとうのチーフマネージャーということなんですけども、はい、高校は松代だった。そうなんです、はい。どんな高校生だったんですか。そうですね、当時はですね、あの長いスカートがすごく流行ってた時代ですね。そうですね、格好はそんな格好はに、あの流行ってまして、私もそんな格好してましたけど、うん、でも真面目で、タバコなんか未だに吸ったことないです。はい、だから格好だけで、一応真面目でした。格好、はい、ファッションで、ファッションで長いスカートで、はい、そうなんですよ。はい、でちゃんとうちにも帰ってたんでしょ。そうですね、当時ね、寄り道するところがなかった。いや、そんなことないですよあの寄り道するところがなかった。白がさ、そのやんな真ん中みたいじゃんあの、そうじゃないね、うん、あの某お菓子屋さんの喫茶コーナーと、たむろしてた。そうですね、パフェを食べるって感じで、はい、そうですね、あとラーメン屋さん、駅前。ああ、なるほど、はい、そんな高校生だったんだけど、クラブ活動はなんかすごく熱心ですね。熱心って言いますか、あの吹奏楽部だったんですけれども、はい、あのコンクールとかそういうことよりも、うん、野球が強かったので、うん、あの野球の応援が、これが高校生ですか、あのこれちょっと遅れちゃったんですよ。これが高校生ね。そうですね、はい、この中にいるんですね。いるんです、あのなんかね、袋を抱えてる一人だけ。あ、この方だと思います。目立ちますね目立つようにやってんだ。いやいや、そう、たまたまなんか私だけ持ってたんですよね。はい、吹奏楽部で、ええ、で、なんか講演会になんか有名な人が来たらしい。そうですね、あの大池田さんってご存知ですか。あの知ってますよ、大池田さんって、はい、よく、うん、あの音楽番組で指揮をされてた、うん、当時毎週のように出てました。あの人が来てくれた。あの方なんか北海道から松代高校に転校されて、うん、松代高校卒業されたんですって。あ、そうなんですか。それであの文化祭の講演会にたまたま来てくれて、来ていただいて、で吹奏楽部にも顔を出してくださったり、はい、で講演会を。どんな話してくれたんですか。あの当時の芸能界の裏話。はい、面白そうですねそうですね、あの新御三家ね、郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎のお話とか、誰が性格悪くて誰がいいとかそんなことおっしゃってました。そんな話してくれたの、はい、そうです、講演会で。そうなんです。あ、面白そうですね、はい、うん、楽しかったですね。そうでしょうね、いろんな話聞けて裏話をね。そうなんです。そうなんですか、はい、それ面白い話聞いてよかったですよね。楽しかったです。それで、あとその、まあ、ダインゲラさんのお話はまあ別として、クラブ活動はどうだった。これ野球の応援が特に行ったんですか。うん、そうですね。これがそうですか。野球。あ、これ違うね。はい。違いますよ。出さなきゃいけないですよね。はい。これがそうですね。はい。これは当時の高校時代。
これ違いますね。違うじゃないですか。ちょっと新しいですね、これは。新しい。だいぶ、はい。これだと10年ちょっと前じゃん。そうですね。10年前に高校生だったみたいじゃん。なわけないですよね。サバ読んでんね。新しい写真。これなんですか、これ。それはあの優勝が、うん、ね、県大会優勝が決まった時に、あのこっち、あ、うん、そっち、そっちはあの1回戦の倉吉北に勝ったと。あ、甲子園で。そうですね、甲子園で。あ、なるほど、なるほど、はい。それでちょっと順番違ったけど、これが何ですか。それはいいんですよ、順番違ってなくて。それが2回戦で、あ、2回戦で、あの八重山工業でしたっけ。あの雨でだいぶ中断した試合の再開して、夜、うん、夜のシーンですね、これは。負けちゃったけど、はい。これは何ですか。それは県大会優勝した瞬間ですね。はい、県大会優勝の。そうですね。すごく。あ、あとそのこれはまあ、10年ちょっと前の、はい、自分の高校時代の野球部とどうだった？すごく強かったんですよ。だから野球が強かったので、まあ、中高校行きたいなと思って。そうなの。で、まあ、中高校来たんです。あ、そうなんですか。はい。で、私が1年生の時は県大会優勝しましたね。お、あの春か秋か忘れちゃったけど。夏はしてない。甲子園は行かなかった。そうなんですよ。ああ、なるほど、なるほど。はい、春と秋、うん、高校2年の時も優勝しましたね。でも優勝パレードとか、ここら辺でやりましたよ。あ、そうなの。はい。でも吹奏楽で お迎えして、バスをお迎えして、野球部のバスを。はい。そういう楽しいことが。楽しかったね。うん、強かったんですよ。はい。2年生の時が、うん、決勝戦まで行って、夏、うん、3年の夏も準決勝、うん、両方抹消に負けました。すごい。そうなんです。いや、本当にあの毎日毎日こう練習とかこの遠征したりしたけれども、楽しかったでしょ。楽しかったですね。勝ち進んでるので、うん、毎日がバスで遠足のような感じで、うん、はい、そう、一杯飲みながら。バスはないね。ですね。はい。で、あの、うん、3年生の時に、うん、準決勝で抹消に負けた帰りのバスが、うん、たまたま野球部のバスに乗る羽目になっちゃって、うん、野球部のバス帰り乗ったらお通夜みたいな負けて、そうか、その状態で乗っちゃって、で、あの、私も女子の友達と2人で、うん、その野球部のバスに2人だけ女子で乗ったんですけど、うん、もう本当にお通夜みたいで泣いてる選手もいたし、で、そのうち私たちなんかおかしくなってきちゃって、ああ、なるほど。あの友達とこうやってちょっとどうしよう、どうしようって言いながらもうおかしくなっちゃった。通常はね、いつもルンルン気分でね、そうなんですよ、はい、その時はもう、そうなんです、おつやみたいで、そう。だけどもう途中、松本からの途中で、うん、もう野球部もだんだん笑うようになっちゃって、うん、あ、なるほど、明るくなりましたけどね、途中までは悲惨でした。長島さんのおかげで面白いこと言って漫才とかやったんです。いや、そうじゃないけど、もう笑っちゃったんです、途中で。あ、なるほどね、帰らなくて。そうですか、はい。あとその高校時代っていうのはあれですか、はい、いろんなその思い出とかあるんですけど。ああ、そうですね。野球だけの思い出。野球、まあ野球が一番の思い出ですけど、あとなんか、まあ文化祭も毎年、そうでしょうね、楽しみでしたね。ショート祭したっけ。ショート祭、そう、あ、今思い出しました、ショート祭、ね、はい、そうです、ショート祭ね、はい、はい、で、ショート祭なんかやったの。なんか実行委員会とかやったことあって、うん、で、寄付を集めなさいってことで、で、その額がすごく多かったので、うん、こんな、ね、こんな私が、あの、いただきに行ってこんな大金いただけるのかなと思って心配して集めましたけど、うん、はい、でも、あの、皆さん快くいただきましたね、毎年のこと。そうですか、はい、それ文化祭っていうのは寄付の思い出しかない。いや、そんなことないですよ。あの、あの、まあまあ、あの、ね、フォークダンスやったり。あ、そうですよね。そうですね、やっぱり長島さん、あの、文化祭の思い出って寄付の思い出、それじゃあ、ね、やっぱり思い出しちゃうね。おも、面白いよね、フォークダンスやったり、ね、そうですね、あの、当時はね、あの、好きな子を誘うみたいなフォークダンス、うん、なるほど、はい、あ、そうなんだ、うん、そういうことありましたね。へぇ、はい、あ、そう、うん、で、じゃあ好きな子、お目当ての子を誘って、うん、そんな思い出ありましたね。やっぱりそういう思い出言ってくれなきゃね、はい、キルジだけじゃね。そうですね、はい、わかりました。はい、で、まあずっとその松潤に通ってたわけなんだけど、はい、松潤の人はどうですか、その松潤の人印象っていうのは。印象ですか、うん、あの、私は、あの、川ちょっと渡った、うん、すぐ篠ノ井の一番松潤に近いところなんですけど、うん、入学した時にすごく方言が
あったんですよ、友達で。その方言に最初慣れなくて、へえと思って、ちょっとしか離れてないのに方言あるんだなと思ってびっくりしましたね。松代の方言っていうのは何？おいさおいさって、おいさおいさおいさっていうのが聞いたことなかった。呼ぶときに、そうですね、おいあのさとかって、そうそうそう、おいあのさとか、そう、それはおいさおいさってとかね、まあいろいろ忘れちゃったけど、みんな、あの女子も方言多かったですよね、うん、はい、だけどみんなサバサバしてて、あのすぐお友達になって、いま、うん、だにね、みんな仲良くやってますけど、はい。いや今ね、そのまあ高校卒業されて、今は宍戸にお住まいなんですけども、はい、その卒業してすぐに宍戸にお住まいになったんですか？いえ、あの商業科だったので、普通にあの OL、 事務員で普通に OL してました。これはそうですか、そう、どうしますか、これは、あ、そうですね、会社の旅行の写真ですから、はい、その紺色のが私です、若い頃と、若い頃と、そうなんですか、はい。で、まあ OL になって、それで高校時代から、あのこういう宍戸みたいなところを希望されてたんですよ。いや、あの、うん、あの小学校の時から、あの婦人警官になりたいっていう夢がありました。婦人警官に、はい、すごく 何を見てそう思ってたのか分かんないですけど、悪いこと許せないってことかな、どうだったんでしょうね。で卒業文集にも絵を描いて、婦人警官の、で婦人警官になりたいって書いてたんですよね。でまあそんな、まあ、小学校の淡い夢があって、で高校に入って機動隊があるじゃないですか。で毎日白バイを見て、かっこいいな、白バイに乗りたいなと思って、どん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 思うようになって、であの先生に、進路の先生に婦人警官になりたいって言ったことあるんですよ。そしたらその当時は長野県はまだ婦人警官を採用してないんだっていうことでそうですね、今は思えば絶対あってもなれっこないんですけどね。それで、はい、今のこの宍戸にね、はい、入ったんですね。そうですね、はい。でこの宍戸に入ったっていうのは警察官をしてて、なんで警察官をしてて、そうですね、まあ、会社員とかを経て、で、あのそうですね、介護の勉強とかもして、介護の資格ちょっと取って介護の仕事をしようかなと思ってた時に、あのこのもともと知り合いだったこの宍戸の経営者ご夫婦に誘われまして、で私は介護の仕事がしたいからってことでお断りしてたんだけど、あのどうしてもってことで、はい、で、はい、お手伝いすることになったんです。これが今の宍戸の写真ですか？はい、そうですね、このこれが8階の食堂です、市役所。これが8階、はい、あ、広いですね。そうですね、120席ぐらいあります。すごい、はい、はい、次は、次は、あ、まあこれ第一庁舎のあれで、8階に宍戸って書いてあるんですけど ね、はい、でこれが8階からの景色だったり、あ、8階からの景色、はい、夜は景色、あの夜景なんか、あ、まあ、長野ですからそんなにないですけど、夜景を見ながらビールをっていう形で、あ、いいな、はい、はい、そうですか、一般の方も全然入れるので、お昼も夜も、はい、いや今ね、その宍戸のチーフマネージャーさんってことなんですけど、どんな仕事を主にされてますか？うん、そうですね、何でも嫌なんですけどそうか、経営者みたいなもんだからな、やっぱり。いや、あの本当に、あの最初はその市役所1店舗だったんですけどね、どんどん増えちゃったので、あの、まあ、いろんなやることが増えちゃって、事務的なこととか、まあ、雑用から、まあ、そうですね、調理もやったり、はい、接客、夜はその今2時間飲み放題のプランを やってるんですよ。はい、それがそうです。これそうですか、はい、市役所の8階で夜2次会飲み放題のプランがありまして、2時間の間に3500円の3500円でお料理ついて、2時間3500円、はい、あの市役所だよ、長野市の中央だよ。そうですね、場所はいいですよね。そこで何飲み放題2時間、はい、そうです。何飲んでもいいの？何飲んでもいいんですよ。生ビール、瓶ビール。生ビールガバガバ飲んで。ハイボール。赤字になんない。焼酎さ、赤字にはなる人もいますよね。そうだよね。あまり俺言ったら多分ね、赤字だと思うよ。はい。俺10杯も飲んじゃうよ。ね、3500円払ってさ、10杯飲んだらさ、1杯もらえる。そうですよね。5000円だよ。うん、まあ、
そんな話はいい、はい、あの一般の方も大丈夫なので、はい、ぜひともご利用ください。はい、はい、ところで、はい、なんかあの趣味が素晴らしい趣味やってるらしいんだけども。趣味ですか、うん、趣味はあのこれ趣味趣味の写真、あ、それ違います、それ日替わり、毎日の日替わりメニューです。趣味どっかにあった趣味、これそうですね、あ、日替わり、ちょっとこれだけ、一言だけもう時間なくなっちゃう、はい、あの、はい、お昼、うん、はい、日替わりメニューがありまして、480円と450円、うん、あの毎日日替わりであのお安く提供してます。これ一般の人も、一般の人ももちろん、はい、11時から2時です。はい、ぜひおいでください。で、これあれですか、はい、これが趣味、趣味なんですけど、趣味素晴らしいじゃん。ギターを40代で始めて、演奏してるように見えるけど、一応そうですね、持ってるだけじゃなくて一応弾いてます。あ、弾いて歌ってます。弾いてんの、はい、はい、これ、はい、こちら黒い方、これは白い方ですね。白い方の人が、はい、長嶋さんなの。そうですね、ちょっと若い時のを持ってきました。あ、かっこいいじゃん。そう、だかっこだけ。ファンとかっていっぱいいるんじゃないの。ちょっと、あ、ちょっといるよね。はい、次はどうですか。はい、次はどうですか。次の写真はどうですか。次は、あ、これはあの、うん、紫のワンピース着て、うん、ワンピース、はい、が私です。あの、民謡の人だね。そうですね。あ、はい、これもライブ。ライブですね。あ、ライブって書いてあるな。そうですね。はい、これも。はい、これは真ん中で。すごいじゃん。真ん中で座ってる。なんか本当のあの演奏してる、え、本当に演奏。一応ね。かっこいいじゃん。一応ライブハウスで。追っかけみたいに言うんじゃないの。いや、追っかけまではいないですね。あ、すごいね。はい。はい、わかりました。あ、だいぶね、もうだいぶ時間も過ぎちゃって、もう、そうですか、うん、もうやめろって言ってますんで。あ、はい、ありがとうございます。すごいだいぶ過ぎちゃってね、お話に花が咲いちゃってね。いやいや、長嶋さん、今日本当にお忙しいところありがとうございました。ごめんなさい。で、お疲れのところね、ありがとうございます。2点回転してね。はい、今日はたまたまでした。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。近づけなくて大丈夫ね。あ、座ってもらっていいよ。はい、大事です。はい。映ってますね。はい。はい、三田さん。はいよ。いやいや、今日は、ね、素晴らしいお話伺ってね、うん、面白かった。うん、面白かった。だから飲み行かなきゃいけないねって言ってんの。ね、行かなきゃいけない、うん、これから行く、え、嫌だよ。あ、長嶋さん来ちゃってるからダメだ、店引っ張ってるわ。もうそうでしょう、ダメか、うん、今からね、はい、はい、そんなことでね、はい、6月じゃなくて7月1日からね、31日までね、童謡、はい、の町ね、企画の町松代ですけども、はい、ね、企画展っていうのでね、樋口家住宅で今やってます。入場料無料、はい、9時から16時30分までという形でね、はい、一応やってますんで、ぜひお出かけいただきたいな、はい、それに関連してね、昨日こういうことやったんですよ。1日、ね、何やったんですか。ここ童謡の響く街で、歌姫巡りをやりますって言って、あと音楽祭もやったんでね、はい、それで、これを取材をね、 SBC さんでやったんです。お、でその放映がね、7月10日火曜日、うん、皆さん聞いてる、7月10日火曜日、あ、ね、うん、午後7時55分からね、ズグダセテレビ、宮坂さん、ズグダセテレビでやってんの、ね、ここ見ちゃった、ね、ズグダセテレビってのやってるの、はい、SBC、わかりました。だからぜひね、これ見ていただきたいなっていう、真っ白が出てるんだよ、宮坂さんはちょっと映ってないかもしれないけどね、うん、そういうことで、はい、ぜひお願いします、はい、はい、ということで来週の予告は、はい、来週はね、はい、真っ白でね、真っ白駅舎ってあるじゃないですか、長野電鉄真っ白駅ね、はいはい、あれをね、どうしようかねっていう形でね、うん、長尾さん、長尾明さん、旧建築士さんなんだけどね、ああ、現在唯一のね、定石、隣接型木造駅舎についてっていうのでね、ちょっと勉強しようかな、先週出てもらった人ですね、そうそうそう、はい、ちょっとまた ね勉強しようかなっていう形です、400回記念でね、はい、はい、そんな形です、はい、はい、来週じゃあ7月9日やりたいなというふうに思います、はい、そんなことで来週よろしくお願いします、はいはい、それでは来週のしゃべくり松代、どうぞお楽しみに、はい、お願いいたします。